ソマリア沖2009年4月12日の事件は、ソマリア沖の海賊によって拉致された、アメリカ合衆国籍の貨物船船長を救出するために実施されたアメリカ海軍の作戦行動である。マースク・アラバマ号事件等とも呼称される。2009年4月8日、AAP モラーマースク参加のアメリカ合衆国籍の貨物船。 マースク・アラバマ号は、ソマリア沖を航行中に海賊に設言され、制圧された。乗員により数時間後には脱会され、この際に、乗員側は、海賊1名を拘束したが、海賊側も、乗員の身柄の安全と引き換えに投降した船長を、拘束した。双方、人質を交換することで解決を図ろうとし、乗員たちは海賊を解放したが、船長は、 身の代金目的のためか解放されず、交渉は失敗した。同月8日、アメリカ当局は、事件解決のため現場海域に駆逐艦 DD、DDG-96 米ンブリッジを派遣し、翌9日には現場海域に到着、連邦捜査局にも、交渉専門家の派遣を要請した。同月10日、救命艇に乗せられた船長は、脱出を試み海に飛び込んだが、 海賊に捕らえられ失敗した。この間もマースク・アラバマ号の選手会社である AP モラーマースク社はアメリカ当局と協力して解放に向けての交渉を継続していた。アメリカ海軍はさらに強襲揚陸艦 LHD-4 ボクサーとミサイルフリーゲート FFG-40 ハリバートンを現場海域に派遣し P-3 小海域による上空からの 警戒監視も行われた。同月12日午後、アメリカ当局の発表で救出されたことが明らかとなる。秘密裏にベインブリッジに乗船していた対テロ特殊部隊が約20メートル離れた救命艇に乗っていた海賊たちを同時狙撃し3名を殺害、船長は無事に救出された。交渉のためベインブリッジに乗艦していた海賊1名は逮捕された。 救出された船長は、ベインブリッジの搭載艇に収容され、ベインブリッジに一時収容された後、ヘリコプターでボクサーに移送された。拘束された海賊一人は、同月21日にアメリカのニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、国際法上の海賊行為の罪などで裁判にかけられることになった。最初に捕らえられた時、米国当局は、 彼は16歳から20歳であり、彼の名前はアブドゥルワリ・イムシであると述べた。この際、彼の母親であるアダール・アブドゥラマン・ハッサンは AP 通信との電話インタビューで、米国当局が主張する彼の名前と年齢の両方が間違いだと述べた。彼女は息子がたった16歳であり、彼の名前はアブディ・ワリ・アブディ・カディルムセであると述べた。また、BBC とのインタビューで、 ミューズの母親は彼は裕福な無名の犯罪者によって、海賊活動に誘惑されたと主張して、息子を解放するよう米国政府と大統領に訴えた。21日当日、アブディワリアブデカディルムセの年齢が推定15から17歳であると主張されたが、裁判所判決で、ミューズは18歳未満ではなく、成人として裁判にかけられる可能性があると判断された。 訴状は、強制的に船を接収した、罪、人質誘拐の罪及び、重火器関連の告発、最大4つの終身刑判決の可能性があった。米国の連邦刑務所では、海賊行為の容疑には、仮釈放なしの終身刑が義務付けられている。2009年5月19日、ニューヨークの連邦大陪審は、ミューズに対して10件の起訴内容で、刑事起訴した。 2010年5月18日、ミューズはハイジャック、誘拐、人質罪で有罪を認めた。司法取引として、海賊行為と重火器の所持の罪は、起訴を取り下げられた2011年2月16日、ミューズは連邦刑務所での懲役33年9ヶ月を宣告され、現在はサウスカロライナ州エッジフィールドにある連邦強制施設に交流中。 ニューズの釈放予定日は2038年4月13日。本事件については、キャプテン・フィリップスというタイトルで映画化された。産 k ニュースオバマ政権の危機、管理総合ソマリア沖海賊から米戦長救出2009年4月13日。ありがとうございます。